厳選の感情は、三島幸男の対談集。1952年から1968年にかけて、雑誌上で行われた、小林秀夫、大江健三郎、船橋誠一、安倍工房、石原慎太郎、野坂昭幸福田恒有、大島渚さ、芥川博士、テネシー・ウィリアムズ、戦争室、坂東三五郎、北村六郎、 北六ペータ、キネ谷映像、豊竹山城少城、竹原ファントの19話の対談が収録されている。文芸論、演劇論、伝統芸能、作動談義から政治問題まで幅広い内容となっている。1970年10月30日に川出処防審者より刊行された。2006年2月に川出文庫で収録内容を入れ替え再刊行されている。 署名の源泉の感情は、ヘルダーリンの追想の中の多くのものは源泉へ行くことに、威夫の念を抱くから取られたものと推測されるが、三島の愛の失踪の作中には、俺の心にはジードのいわゆる源泉の感情が、いつもコン,コンと湧き出ているのだともある。書簡本、源泉の感情の後書きで三等は、以下のように対岸者たちの特徴や感想を語っている。 こうして並べてみると、文壇人はさすがに会話上手である。というより、こちらも安心してものが言えるので、話が弾むせいかもしれない。勘で相手の真意を捉える速さは、いわば文子にと、つては表芸に属するものだから、そのせいかもしれない。そこへ行くと、勘末の日本の芸術対談には三つだ。こういう名人の会話というものは、いわゆる会話とは違うのである。 言葉で表現する必要のないある極めて重大な事柄に関わり合否、そのために計算しているという名人の自負こそ、名人をして名人からしめるものだが、そういう人に論理的な分かりやすさなどを期待してはいけないのである。今も思い出す最大の難物は、古山上昇場で、この対談に冷や汗を流して格闘した結果、澄んだ後で、私は軽い脳貧血を起こしてしまった。 三島由紀夫、後書き、ありがとうございます。